DS BDS。 Hey guys, my name is Zente。 キャント、ドイツにやってきました。で、ドイツドイツのね、ホテルに今泊まってるんですが、なんかね、こう街並みをね回ってる時間ないので、今日はねこのチョコエッグを紹介したいと思います。毎回毎回、違う国のチョコエッグ紹介してるんで、紹介してみたいと思います。日本のチョコエッグはどんぐらいすごいかね、見てもらいたいんで、見せましょう。あ、最初にホテルの中をちょっと見せてあげます。ダブルベッドなんですが、僕は、一人です。はい、もう誰もいないんで変に誤解しないでくださいね。あと、ここがお風呂ですね。で、僕がびっくりしたのが、ここに水が流れるところはなくて、僕はほんとジャパニーズソルがねこういっぱいあるんで、水満杯にしてから外でここで体洗う習慣がついてるんですよ。だからここが水浸しになって、水がこっから漏れちゃいましたね。でも帰ってきたら綺麗になってて、びっくりしました。では開けてみましょう。チョコエッグ、なんかちょっとちっちゃいっすね。で、何が入ってるか全く分かんないです。おお、まあなんか世界共通で味はうまいですね。中を開けてみましょう。あのイギリスのよりはマシですね、これ。わけは分からない車のやつですね。こう引くと走りますね。あれ、ドイツのチョコエッグはイギリスのチョコエッグよりは、マシです。前の僕の動画を見たら、分かります。はい、前のやつはひどすぎたんで、ちょうど去年僕がイギリスに行った時ですね。去年以上ですね。はい、ではもう一個開けてみましょう。な、すげえくだらないものですね。息を吹きかけて遊ぶおもちゃです。実にすごくくだらないおもちゃですが、まあこれはイギリスといい争いをしますね。ではもう一個開けてみましょう。わっ、いて、なんか自転車っぽいですね。できました、チャリコです。これどうやって遊ぶかというと、こうやって遊ぶ。そもそも遊ぶものじゃないかもしれないですね。これは、はい、なんだろう、この日本との違いっていうのは、日本のものはこう飾れてこう鑑賞できるものが多いと思うんですけど、海外のやつはもうなんだろう、ほんと子供3歳児向けとか、ほんとハッピーセットの劣化版ですよね。はい、って感じです。ぜひね、来たら買ってみてはいかがでしょうか。断定ポイントはブルプシ、3点です。あ、チョコエッグは美味しかったんで、はい、3点でした。ぜひみんなも買ってみましょう。シュー PDS 株式会社 PDS オリジナル T シャツ、 Amazon で絶不調発売中。